串谷江戸川さんとコラボ企画をしたいと思います。プレゼント企画を考えています。まあ今現在ですね、9800人の登録者様になっておりまして、1万人を目前としております。なので1万人を超えた時に感謝を込めましてですね、プレゼント企画を串谷さんとコラボしてやりたいと思っています。串谷さんではいろんなね、まあ、パンツを買ったり、それからグローブももちろん買ってます。それからまあレッグバッグとか、今回ちょっとねヒップバッグもたまたまあったんですよ。少ししか入ってなかったものがあったので、まあゲットできましたね。フローシューズもねすごくいいですね。フローシューズも持っております。串谷江戸川さんは、串谷高等の頃から、買い物をさせていただいておりまして、まあ、店長さんともねいろいろ話をさせてもらっております。でまあなんとかね、まあ、そういう串谷の製品を皆さんに、まあ、いいんでね、串谷の商品私も好きなんで、まあ、それをねプレゼントに使えないかなと思いまして、ちょっと相談をさせてもらっています。まあ、詳細はねまたプレゼント企画の時にお伝えするんですけれども、今アンケートもね YouTube 内で撮ってまして、まあキーホルダーとかステッカーとか、まあ、そういったご要望もありましたけれども、まあ、バイク用品というご要望もあったので、まあじゃあバイク用品だったらね串谷さんがいいなと思って、まあいろんなメーカーさんあるんですけど、まあ自分がね好きなメーカーのものを、まあ、プレゼントできればなと思って企画を考えております。串谷さんとコラボすることによりまして、まあ商品のねアフターケアなんかも串谷さんにしてもらえるように今話をさせてもらっています。まあしっかりとしたねもともとクオリティなので、まあなんか不具合とかねそういうのはないとは思いますけれども、まあなんかねあった時にはね、まあ、串谷江戸川さんもしくは串谷さんで、まあ、ケアをしてもらえるということもありまして、まあしっかりとしたね商品をプレゼントで使える、まあ、使わせていただくことができるのはすごく心強いことになりまして、まあ、ぜひお願いしますということで話を進めております。まあ、そんなにね、高価なものは実際プレゼントとしてはお送りはできないんですけれども、まあ、でもね、その中でも、まあ、使い勝手の良いものを選びたいとは思っております。あとはその、まあ、キーホルダーとかステッカーとか、まあ、そういったものも今後考えてます。ただねちょっとデザインしなきゃいけないんで、ちょっとデザインをね考えなきゃいけないのと、まあねデザインをしてくれる方を探し出さなきゃいけないので、まあその辺ねもし知ってる方がいたり、まあ私できますよっていうことであれば、ちょっとコメントいただけるとありがたいです。まあそんな凝ったものを作るつもりはないんですけど、まあ割と、まあ、かっこいいねロゴデザインというものをちょっと作ってみたいなと思って、まあそれを、まあ今度ね、また串谷さんのキーホルダーとかにしたりとかね、まあそういう、まあゆくゆくは T シャツなんかもまあ考えてますけども、そういったものも今後串谷さんとコラボでできたらいいなと思って話は進めています。まあ実際にまずはね、1万人プレゼントをまずしっかりやるということでお話をさせていただいてます。まあ串谷江戸川さんもねすごく広くなったんで、ぜひ皆さん遊びに行ったり買い物しに行ってみてください。以前よりもほんとゆったりと買い物ができます。で、まあ、店長さんもねすごく商品について詳しいお話を聞けたりするので、まあ営業妨害にならない程度に話をしてもらえればと思います。なのでまあ1万人登録者を目指して今頑張っております。今まで見ていただいた方、それからまだ登録者様になっていない方、ぜひね登録をしていただいて、で1万人超えましたらぜひそのプレゼント企画も応募していただいて、串谷さんの製品の良さを味わっていただければと思っております。着々と進めていっておりますので、ぜひとも、E50 エキゾーストのこの動画ご愛顧、それからご視聴よろしくお願いいたします。目指せ1万人です。よろしくお願いいたします。